侍ジャパン宗山骨折。日本の出場選手の宗山丸井選手、明治大学は右肩甲骨骨折の診断でした。怪我の状態を確認しながらチームには帯同する予定です。宗山、春の東京六大学の開幕にも間に合わないんじゃないか。じゃあもう何の意味があるんだよ。この試合大学生にプロの技術を見せるためだけの試合じゃなかったの？どうか野球人生に悪影響を及ぼさない程度の怪我であることを祈る。こういう怪我で選手生命を終わってしまった選手もいるし、ほんまに頑張ってほしい。絶対に潰れたら感染症。福田周平さんの骨折した箇所か、これ。宗山選手の一日も早い怪我の回復、そして今年の秋のドラフトに影響がないことを祈ります。今回は帯同するだけになるだろうけど、大学のリーグ戦大丈夫なんだろうか。この前の支給途中交代のやつか。帯同してプロの世界を目の当たりにしていろいろと学んでほしい。来年は必ずプロになる選手だろうし、帰らせた方が良くないかな。間違いなくドラフトかかる選手で調子崩したり選手生命関わったら責任取れないよ。試合にはおそらく出られないだろうし、無理する必要はない。今後のことを考えて。大学のリーグ戦も始まるし、春は出れないかもだけど秋に標準を合わせてすごい数字を叩き出してほしい。ご視聴ありがとうございました。